はい。皆さん、こんにちは。非常識な教室経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、売り上げアップしたい人必見。成功している人が必ずやっている〇〇を大果っということで、お伝えしていきたいと思います。はい。えー、っと、今日はですね、あの、私のクライアントさんに、 えと年末系とかですね、まあ、割とあの秋、まあ、特に10月とかに、ね、あのよく出してもらっているあるものを、えー、どういうふうに活用しているかということをお話しすると例えばあのこの動画を、ね、発見して見た時がずれている時期だったとしてもやってない人にとってはあのとても必要になる内容でとても重要なことを、えー、お伝えしていきたいというふうに思ってますので今日のテーマは「 えー、成功している人が必ずやっている〇〇を、えー、大公開っていうことをね、お伝えしていきたいと思います。はい。えー、っと、まずですね、まあ、皆さんにお,お伺いしたいんですけれども、あの、教室の先生で、まあ、うまくいってない方とかですよね、うん、とかで、私のところにご相談来る方で、 これをすごくちゃんとつけていてうまくいってないっていう人ほぼゼロなんですよ。じゃあそれ何なのっていう話なんですけどね。それは、えっと、年間目標計画数字の方ですね。これをめちゃくちゃちゃんと分析もしてつけてる人で失敗してる人ってほぼいないんですよ。あの、来ている方で その数字の話とか、ね、する時あるんですけれどもその時に、まあ、じゃあ、そもそも目標値はどういうあれなのかって聞くとざっくりした数字とかは言うんですよ。 で、まあ、特に最近流行りなのか、何なのかね、わからないですけれども、あの、月賞100万やりたいんですとかっていうお声いただくんですけど、あの、100万はね、あの、できるんです。あの、できるんですよ。だけれども、やるべきことがそれなりにあるんですね。だから、そのイメージがリアルに考えられないで、軽い口調で言う方が、ま、あ結構多いんですけどね、最近。 はい。で、それもなんで軽く言えちゃう ?100 っていう数字の重みが分からずになぜ言えるかっていうと多分ちゃんと目標数字と向き合ってないからライトに言えちゃうんですよね。なので、あの、考え方をどういうふうに考えていくのかっていうことを今日はあの、テンプレートをですね、あの、使って皆さんにお伝えをしていきたいかなというふうに思っております。はい。 であの作るともっと複雑な表を作れるんですけれども取り急ぎ簡単にあの作っていく姿をねお見せしたいと思います画面共有でねはいでこれはそうですね以前にも動画でお伝えしたことはあるんですけれどもあの表を細かく作ればめちゃくちゃ細かく作れるんですけれどもえっ、ー、と大抵教室業とか 自営をやり始めて間もない方って数字把握してない方がめちゃくちゃ多いんですよね。で、数字をうんつけていただくと今自分がどういう状態なのかっていうのがね、毎月分かるとまあそれがこう一つの指標になって私とクライアントさんの共通言語になってる表なんですよ。で、これがあると未来予測が私ができるので えー、今打つ打ち手は何が正しいのか、ないしはどの段階でこの授業を撤退したらいいのか、えー、この授業をどうやって伸ばしていったらいいのかが、これつけてくれてると、ほぼ一目瞭然なんですよ。なので、毎月のセッションのところで、そのお話をね、していくことができるんです。はい。 じゃあこれどうやってつけてるのっていうと,、えー、っと経費の分は、えー、っとこの中に本当は入れ込むこともできるんですけれども取り急ぎまずは簡単なのは売上を追いかけることなんですよ。売上を追いかけることじゃあこの表をどうやって、ね、使うのかっていうとこれ、まあ、2021っていうふう風になっちゃってますけど、まあ、これ2023とか24とか何でもいいんですが、まあ、あの好きな数字でね。 その時作るものでやってほしいんですけれども、例えばコース性を引いている先生とか、まあ、あとは、あの、単発の方とかね、いらっしゃると思うんですけれども、うんまあ、お料理とかね、お菓子とか、いろいろね、やってらっしゃる方、あと工学講座やってる方いらっしゃると思うんですよ。で、例えばそうですね、A コースは、じゃあこれが、うんと、3ヶ月の講座だったとするじゃないですか。 3ヶ月のコースで。月1回ベースっていう風になった時に、まあ、こちらの方の講座が、えー、っと、3ヶ月で終わって、相談だわかりやすくいくらにしよう。うーんと3で終わるから、安い、安いのがいいか。3万円くらいにしときましょうか。3万円くらいだと、3ヶ月で終わるっていうことは、月1万じゃないですか。 で、それを何人ぐらい入れたいですかってやると、まあじゃあ、例えば10人ぐらい入れたいですって言うと10万っていう数字がね、出てくるんですよ。月1万だから。で、この人3ヶ月の講座だから、1回予約が入ると3ヶ月入るじゃないですか。で、ここで10人入れられれば、 10×1 万。まあ、計算式は組んであるんですけどね。私の方で。で、その、まあ、壊さなければですよ。これ。<laughs> わざわざ計算式組んであるのに上書きして壊して、しかも挙句の果てに計算間違いっていう方たまにいらっしゃるんですけど、あの数字だけ入れればいいように出来上がってますから、はい。10×1 万で10万円っていう感じで。で、3ヶ月。で、これはじゃ新年で。で、この講座は、じゃ年に、 うん3回ぐらい募集しようかなって決めたとするじゃないですか。で、この1,2,3の3ヶ月終わって、ちょっとあ少し心を落ち着けて、じゃあこの6月からまた10名三 3, 3回やろうかなと。で、ちょっと1ヶ月だけ明かして、最後は、まあ、そんなに頑張らなくてもいいか、ちょっと体休めたいよって言って、まあ、5人ぐらいにしましょう。 って言って、まあ、これで入れると。はい。こんな感じで。で、この講座で、延べ人数的に75人なんですけど、延べ人数じゃない人数で言うと、まあ、5人と10人と10人だから25人をやれば、まあ、75万っていう数字が見えてくるっていう感じなんですよね。じゃあ、同等に、えっ、ー、と、B コースは、じゃあ、これは、まあ、1 6ヶ月とかだとちょっとあれだから、相談、ね、じゃちょっと6ヶ月とかにしましょうか。6ヶ月で8000円か。4万8000円。ちょっとまあ、あの、初っぽいけど、<laughs> まあいいや。で、これは6ヶ月なので、ちょっとここの隙間が空いてる4月生募集して6ヶ月を6人だけやろうかなってやったとします。ね。で、6ヶ月だから、1、2、3、4、5、6。はい。 まあこんな感じで、はい、6人だけど延べ人数的には36人になりますね。で新コースは、まあ、単発レッスンな感じとかにしましょうかねそしたら6000円単発レッスンを、まあ、じゃあ2ふふに月にぺん20人ぐらい集めたいなあって言って2月に1編20人ぐらい、ね、こう集めていくじゃないですか。こんな感じで。 はいうん、で、B コースも、まあ、ここは毎月集めよっかっていう感じにして、じゃあ5人、五人をね、12ヶ月頑張ろうって,って。はい。で、E コース3500円でめちゃくちゃ安いけど、10人ぐらいやっとこっかみたいな金額そうするとこんな感じになる。 でそうすると自動的に年間の一応売り上げ目標が247万8000円ということになりますこれはまず一旦作るじゃないですかこんな風にしてみようかなあと人数とかも結構リアルに見えてくるじゃないですかでさらにご自身がじゃあ例えば年間うんと400万やりたかったとしますよね240万だと足りないんですよ で、どこを増やしたらいいのかなって考えていきますね。やっぱ単価が高い方が、まあ増やすの割と楽じゃないですか。どちらかっていうと。安いのをね、すごく多い人数やるより。ってことはやっぱり A コース頑張ろうかってなって、とりあえず10で入れたんだけれども、いや、ちょっと休もうとか言わないで、やっぱり年末10人やっぱ頑張ろうかっていうふうになったとするじゃない そうすると260万。まあ、大して上がらないんですよね。それ、ちょっと大変だよねっていうことになるので、このコースだけで行くというふうに決めるのであれば、あと人数増やしていくしかないんですよ。じゃ、ここ6って言ってたけど、まあ、10にしようとかね。で、6ヶ月で10にした。 それでも280万。400万には全然足りない。で、ここら辺をいくら増やしても大変じゃないですか。ということは、何かちょっとやっぱ高いものを売らないといけないなってなったとするじゃないですか。じゃ、ちょっと3500円とか言ってる場合じゃなくて、これの3ヶ月コースってちょっと高いの頑張って売ってみる。で、決めたとします。 はいじゃあ例えばあのー、月1回のね3ヶ月1回の字が違う違月1回の3ヶ月でまあじゃあ12万円ぐらいの売りましょうっていうことにしたとするじゃないですかそうすると4万円なわけですよね。 で、4万円のいきなり720万円に上がっちゃった。これが3ヶ月を何回やろうかなっていう話なんですけど、ちょっと高額で高いし、ここ新しいの始まるから4月ぐらい頑張ろうかっていうふうにすると、ここをじゃあ4人入れましょうってやって3ヶ月だから、ここでこんな感じで。これでも当然足りないですよね。 これ 4, 4万、ひ月4万なわけですけどね。でも、インパクトはこれだけやるだけでも48万になるんですよ。60人、延べ60人頑張る48万と、12人で48万の方が楽じゃないですか。で、あれば、これをじゃあ12人ぐらいに増やしてみよう。で、やると、まあ、こんな感じ。380、もう400万に近くなるじゃないですか。なるほど。じゃあここを頑張ると良さそうだな、とかって。 見えるわけですよでじゃあ1回だけじゃなくて2回ぐらい頑張ろっかって言ったら12じゃなくて6でもいいかもしれないですね。でこれをもう1回ぐらいここでやりましょうとかねうん400にかなり近いです。でまああと そこどこがね楽かなーっていうところで、まあ、この8,000円とかここもうちょっといけないかなーって言ってじゃあ15人ぐらいにしてみましょうか。でやると408万たい、まあ、こんな感じ。とすると400万にしたいっていうと一個一個のパーツが、まあ、こういうふうに出来上がっていきますよね。 で、さらに、これで毎月毎月実績が出ていくんですよ。で、10人ね、皆さん頑張るんじゃないですか。とりあえずこれざっくり作ってるから、この10人を入れるために、どういう集客活動をするのか、あったらその前の年に頑張ってないと、ここって入ってこないんですよ。じゃあ、ここが6名でしたと。結果ね。6名。 はい、で、ここも20名って頑張ろうと思って、一応3ヶ月単位でね、ちょっと見るように数字入れちゃいましたけど、10名でした。ここ5名って決めてたのに、2名でした。っていう数字が入ったとするじゃないですか。そうすると、まあ、この3ヶ月の状況を見ても、目標値の半分にしかなってないんですよね、達成率として。 56%、53%、56%。そうすると、当然、ここが非常にこう、最後達成する上で厳しくなってきちゃう。やっぱ、特に出だしの方は100%超えで前半折り返したいんですよね。そうすると、ここが、例えば1月とか、これがね、厳しくてもう3ヶ月、こんな感じになっちゃったなって言ったら、次の3ヶ月で、なんとかそれを挽回できないかっていうのも、 ここが厳しいな、1月でも見えちゃったら、4月生募集の時にめっちゃ頑張るっていうふうにするのと、あとこの6名ってなってたけど、これちょっと10名ぐらい頑張っちゃうとかっていうふうに頑張ってみたら、ここでね、じゃあ10名頑張りました。ここが、えー、っと、15名、6名、6名。 で、ここが、うんと5名はできているとして、まあ、じゃあここは10名頑張った。とかね。で、ここも計画通り20名頑張りました。で、ここは15名だったのを20名頑張りました。はい。 そうすると、ここの3ヶ月でめちゃくちゃ盛り返すことができたっていう感じなんですよね。そうすると、6ヶ月終わって50%いってればいいわけなので、57%とかだったら50%超えなわけですよ。っていう感じで実績を毎月毎月入れていきながら、先のところで狂った数字とかを直していくことができるか、新しい講座を立てられるかっていうのを、えー、次のセッションで 毎月のセッションでチェックしながら進めていってるんですよ。で、さっき言ったように、新しい講座を、例えば、ここ,こでね、新しくはないか、3回やってますから、ここで募集をかけたいって、この10人を、いつから告知始めますかっていう話を言うんですよね。そうすると、8月に募集を始めなきゃいけないとなると、8月には、 募集のページが出来上がってないといけないんですよね。でそれは7月にやる。じゃあそのページを作るための写真いつまでに出来上がるのって言ったら6とか5なんですよで。そうするとその写真撮るためにはどうしたらいいのコースとか内容とか決めなくちゃいけないジャンを4月にやんなきゃいけなくって。で、そのコースとか内容を決めるためには誰に 今回のターゲットは誰にしようとかっていうのを決めていく。だいたい半、早くて半年、できれば8ヶ月前ぐらいに準備してここが立ち上がるみたいな、そんな感じになるんですよね。だから考えるべき、まずその、年間でざっくりやると、その、どう、どういう構成で頑張るのかっていうのが、まず自分の中で大事な目標値が見えてきます。えっと、金額大きい方から頑張って追いかけていく必要があるので、 この内容で言うと一目瞭然で、この E コースを頑張る。頑張らないとコケ、コケとていう数字が狂います。で、次に90万円っていうこの A コース頑張る。で、えっ、ー、と、B とか C とか。で、だから一番頑張らなくていいの D コースなんですよ。お金がカバーできてればここいいんですよ。やった方がいいですけどね。もし。だから、そのメリハリとかも、このメリハリでいいのかとかっていうことも含めてですね。 整理をするのに、まずこの表を1年間分作ってもらうっていうのを、前の年の秋ぐらいにやっておくと、新年の1月からちゃんと数字が立つ状態を作っていくことができるんですね。で、これを作ると行動計画がもう決まっちゃうんですよ。例えば、レシピの試作だったりとか、今言ったあのページーを作るとか、SNS での告知とか、どれぐらいの量をやらないとダメなのかっていうのが見えてくるんで、まあ、この下にね、行動計画っていうのが、 出てくるのでそれを毎月チェックしていってダメだった時の軌道修正を後ろのどこで今立てている目標をプラスできるかどうかっていうのを試すみたいなそういうやり方をしていくのであの私のコンサルを受けている方は一緒にチェックをするので。 この数字以外の、例えばご自宅の環境とか状況、子供が受験だからここはあんまり教室入れられないとか、あの、介護のあれが大変そうになってきそうだからとか、ま、いろいろ事情を加味してもいいんですよ。で、そうすると、じゃあ、自分でリアルで動かなきゃいけない講座よりも動画販売の方をやるための動画を作って売っていくっていう準備しましょうかとかっていう話を言ったりとかもできるわけじゃないですか。 で実際にそれができているかどうかっていうのを毎月チェックしていくっていう形にすると、あのー、うまくいくというか数字を作っていくための活動計画のチェックを私とするわけなのでそれを例えば、量的な問題、うん、じゃあそのお客様を引き寄せるためには どれぐらいの投稿が必要で LINE の登録何人ぐらい必要そうかっていうところまで出ますのでそれを実直にやっていただく数字を追いかける行動計画に落とし込むことができるんですよ。で、この表レベルを作っていてうまくいってない人いないんですよね。うちのクライアントさんで。だって毎月軌道修正するんですよ。これに対してのあの 行動計画の方ですで。これは会社ではないので数字がいかないからといってペナルティになることはないです別にご自身が納得すればそれでいいだけだし今年は少し抑え気味にして来年ボーンと売り上げ上げられるように準備と仕込みをしたいんですって言ったら別に無理に頑張んなくてもいいですただ私の一つ基準は1000万ぐらいの手前までは 1.3倍成長でいってほしいなと思います。小さい金額の時には楽んなんですけど1000万とかになってくると1.3にしただけで1300万じゃないですか。結構な金額になってきますよね。3000万だった時のね、1.3とかっていうと結構ね、厳しいですよね。3900万とかですからね。 なので、あのー、通常大きくなればなるほど厳しくなるので、えー、っと扱う商品の構成を、ね、変えるとか扱う商品の構成を変えるっていうことはお客様の種類を変えるということも出てきてしまうので場合によってはホームページ全面リニューアルをしなくてはいけないとかそういう話も出てきたりするので何をどうしたいかっていう自分の意思の表れがこの数字なんですよね。 はい、だから、あのー、これを一緒に毎月チェックすると先の数字まで出てるからご本人が何をやりたいかまで見た状態で準備できてますかって私、聞けるわけですよ。そうするとできてなかったらそこをじゃあ今からやらないと間に合いませんよっていう話とかもすることになっちゃいますよね。 でこれをあの皆さんも自覚してやっていただくとだいぶ目標設定もクリアになるし自分がどれぐらいの行動量を動かなくちゃいけないかもクリアになるしでかつ何が優先順位なのかも分かってくるからこれをやると単発講座ってすごく集客が大変で単価が安いとかなりつらいんですよ。っていうことを 数字を入れ込んだシミュレーションしただけで、肌感覚で分かってしまいます。はい。なので、あの、ぜひですね、これは皆さんにね、意識づけてやってほしいな、というふうに思います。で、これ1年分なんですけど、まあ、人によって作り方いろいろなんですけど、これを3段にしたりすると、 2021年、2022年、2023年って言って、どういうふうに推移してきたかって前の年の状態見ながら数字を入れ込むっていうこともできたりしますし、人によってですね、一枚ずつ、こう前のはこうやってペラペラめくりながら見る方もいらっしゃるし。まあ、あの、私が営業部長でやってた時には3段で見たりとかしてたこともあるんですけど、教室の先生だと、 環境が変わっちゃったりするとコースを結構潰したり壊したりとかというのも多いので、まあ、1枚ずつの年間でいいかなというふうには思いますけれどもね、はい、あのイメージ分かりますかね、はい、この大きな数字から組んでいってもいいしこちらの方の講座の方から組んでいってなんだかこれぐらいやりたいなこれぐらいできそう入れていったら合計が足りるたんないとかね。 そういう感じでもいいです。で、これ、あまりにも、えそらことでも意味ないんですよ。前、これやっていただいた方で、1000万やりたいですって言ってた方が、えっ、ー、と、100万っていう金額を入れて、1っていう数字を入れて、1200万で出してきた方いらっしゃるんですけど、その方ね、100万の商品持ってないんですよ。持ってないんですけど <laughs>、100万っていうその商品 <laughs>。 毎月1人に売る自信は根拠はどこにあるんでしょうっていう話をしたらいや、願望ですって言うからいや願望はいいけど100万の商品をどうやったら作れてその100万を毎月売れるっていうほどの、まあ、富裕層というか頑張れる層を手元にリストで持ってるという確信があるんならいいんですけどなければそれってただ単に書いた紙っていうことになってしまうので <laughs> そういう書き方はあんまり意味ないですよ。だって ないですってはっきり言われてしまうとですね、100万の商品作るのに何ヶ月かかりますかっていう世界だから、売り上げ、本当来年から経つんですかみたいな話になっちゃうから、売り上げが経つということは、募集が終わらないと経つわけがないんですよ。入金が終わらないといけないですからね。なのであの、そこを勘違いしないようにして、かつ、きちんと作り込みをしていくっていうことが、 まあ、目標のの、ね、計画の数字ででやってほしいところではありますあの本当はもっと細かいですよ。経費出すの苦手な先生とかいるからあの、これにさらに毎月の経費見ていくんですよ。何に、何を使ってるかとかっていうことで。で、その業種業態によって、私はあのコンサル業なんで、ほとんど動いたお金が利益になっていく種類の業種業態です。 だから広告費的なものとかあの人にお願いをする人件費とか外注費用とかいうのも使っていけるんですけれども教授先生は原価とかがかかりますからね実際にでそういうものを引いてさらにいろんな経費を引いて残ったお金が、まあ、利益になっていくわけですからね、はい、その業種業態によって残るお金も違うから あの、一概に売上高が高いからといっていいわけじゃないんですけれども、まずはそこは把握しましょうっていう、一応これ、あの、基本の基本の表になるので、この領域できてない人は結構やばいと思ってください。あの、だから、 えっと、経営も数字も集客もうまくいかなくなるんだと思うぐらいめちゃくちゃ基本の基本のレベルの思考と思想なんです。なので、これができてない方はこれを機会にですね、ぜひ、はい、あの、そのあたりをですね、理解いただいて作っていただけるといいかなというふうに思い、今日はそんなお話をしてみました。はい、ではまとめに行きたいと思います。売上アップしたい人必見。 成功している人が必ずやっている年間目標、あ、年間言っちゃった。〇〇を大公開。これ年間目標ですね。はい。の作り方を大公開。それが本日のテーマでございます。えっ、ー、と、数字の目標値をまず、 作り、それに対して行動計画を立てていくっていうのが、割と綺麗に年間目標を達成できる早道だなというふうに感じておりますので、どうぞご参考になさってください。それでは。